せーの、のはい、はい、いつも大金接骨院 YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今日は水沼と金井がお送りしまーすお願いしまーす。はい、はい、やってきます筋肉ブラザーズがね、ちょっとお送りしていきますね。はい、久しぶりですね。久しぶりの共演で、はいはい、で今日は、まあ、これから夏に向けてということで、またおさらいの動画にはなるんですけども、またバージョンをちょっとね、新しくして、皆さんに熱中症について、熱中症の予防についてやっていこうと思いますので、また見て、今年の夏も気をつけていきましょう。はい、はい、前半僕が喋って、はい、後半 Q&A からは金井先生に話してもらおうと思うので、皆さんじゃあ説明いきますよ。はい、じゃあまず熱中症なんですけど、まあね、固く話しても飽きちゃうので、簡単に言うとやっぱり暑さでですね、体の中の塩分と水分のバランスが崩れてしまうと不調をきたしてしまう。ね、意識がなくなっちゃったりとか、まあ、脱水症状が起こって救急車で運ばれないといけないとか、そういうものを熱中症と言います。じゃあなんでそういう風なのかっていうと、まずそもそも人間が、大人の人はだいたい 60% くらい、子供の人が70から80% くらいなので、人間はほとんど水、まあ、半分以上は水でできてます。なの で そこでそれでいて尿とか汗で1日 2.5 リッターぐらいはこう排泄してるわけです。出てってしまってます。じゃあその出てっちゃってる分を今度食事とかね、ちょこちょこ飲む水とかだと 1.3 とか 1.5 リッターぐらい取ってるわけですね。で差し引き1リッターぐらいはやっぱり足りなくなってしまうので、そこの部分はやっぱり皆さん夏場は水分補給大事だよって言われるので、1リッター一気に取るんではなくて、ね、200ぐらいにしたのをこまめに取るようにして、水分と塩分のバランスを取るようにしてください。すごく基本的なことを言ってるんですけども、本当に最近の暑さは尋常じゃないので、基本も聞いたことあるよっていうのを実際にじゃあやってますかってところが非常に大事になりますね。意外と知ってることってやってないですよね。なのでそこを改めて皆さんにね、そんなことは知っとるわいっていう状態なんですけど、やっていただきたくてこういった動画を撮ってます。じゃあ次はこの1リッターぐらい取らないといけない、まあ結構な量になると思うんで、ここからじゃあこんな質問が来ると思うんですけど、金井先生じゃあここからお願いします。はい、はい、そしたら今のに対して、じゃあ水を取ればいいじゃん、水だけ取ればいいじゃんっていう方が多分いらっしゃると思うんですけど、それは NG はい、それは何でかっていうと、まあ簡単に言うと、水だけには塩分が入ってないっていうのと、水だけだと腎臓にかなり負担がかかってしまうっていうのがポイントです。なぜかというと、はいはい、皆さん汗かきますよね。汗舐めるとしょっぱいですよね。はい、汗ペロって舐めたことあると思います。誰でツーって垂れたのをちょっと口に入って、なんかしょっぱいなっていうのあると思います。ありますね。はい、つまり出てきてるのは真水じゃないんですよ。しょっぱい成分も入ってるプラス水分が出てきてるわけなので、塩分プラス水分、要は汗に近い濃度の水分を取らなきゃダメなんですよ。そう。で、だから水とかその真水ですよね。何も入ってない水を摂取することで負担かかるのは腎臓なわけですね。いきます。腎臓はおしっこ作る臓器ですね。はい。だから結局何を取ればいいの？ここに書いてるんですけど、結局何取ればいいんですか？はい、よく聞くと思います、経口補水液っていうのと、まあスポーツドリンクを取ってくださいって。皆さんこれは何違うのかっていうのをね、ちょっと
調べるまで僕らも分からなかったんですけど、確かにそうですね。ちょっとそれをね、はい、この2つの違い皆さんご理解いただいてますかね。蛍光補水液とスポーツドリンクどう使い分けたらいいのかって、はい、まあね、専門家じゃないんでそこまで僕らも詳しくは調べなかったんですけど一応調べたんでね。はいはい、じゃあ、はい、お願いします。ざっくり言うと蛍光補水液っていうのは、ナトリウムとかカリウムって言われるミネラルって言われるミネラルですね、はい、が、含まれていて糖質が少ないっていうのが蛍光補水液というものです。甘くないってことですね。そうですね、はいはい、でスポーツドリンクは逆でナトリウムカリウムが低くて、糖質が多い。なるほど、はい、だからちょっと美味しかったり甘い感じるんですけど、まあ、どう使い分けたらいいかっていうと、まあ、スポーツドリンクは運動する人ですね、はい、ハードに運動する人はスポーツドリンク、要はポカリスエットだったりとかそっち系の飲み物を取ってもらうといいと思います。でこっちを摂取する人はもう熱中症でもうすごいバテちゃってる人とか、あとは運動しない人は蛍光補水液の方でいいと思います。じゃあ運動する人は、はい、運動のためにちょっと甘いのを取ってた方がよくて、はい、で汗もかくからちょっとそのミネラルが入ってるやつ、はい、そうですを取った方がいいってことですね、はい、で逆に運動はそんなしない、汗はそんなにこうガバガバかかないけど、まあ熱中症対策のために取っといた方がいいっていう方はこっちの蛍光補水液っていうことで、はい、よろしいですか。そうです、はいはい、なるほど、はい、この間うちのこの間、まあ、僕の家実家農家なんですけど、まあ、去年から僕こういう熱中症の動画とか上げてて、この間田植えの時にね、結構カンカン照りだったんですけど、帰ったらうちの父親が水持ってなくて、僕が「お親父」っつって「お水持ってんの?」ってこうスポーツドリンクで僕持ってって「水持ってんの?」って言ったらポケットからちっちゃいサイダーが出てきましたサイダーシュワシュワのサイダーおーあれっつってサイダープシュッて何飲んでんねんそれ格言だからそんなもん飲んでんじゃないって。これサイダーは夏バテ熱中症にはどうですか。サイダーはあまりおすすめはしないですね。わかりました、はい、親父に言っておきますお願いします、はい、サイダー飲んでもいいですけどこっちも飲むっていうような感じですかね。なるほど、はい、親父に言っておきます、はい、ダメだったのね、あれね。ダメでしたね絶対ダメだろうなとは思ってたけどこっからどうしましたここ入れとくんだ。はい、親父さん倒れちゃいますすいません、余談入りましたはいはい、じゃあちょっと話がそれましたけど皆さん運動する人は糖質ね、やっぱり外で仕事したりとかこう体を動かす人は甘いもの、甘くて、ミネラルも含んでいるものをぜひ取ってください。逆に運動はそこまでしないし砂糖やっぱり甘さが気になるっていう方はこちらの蛍光補水、また緊急性の高い方はこちらがいいっていうふうに調べて出てきましたので、そういった使い分けをしてもらっていますいいと思います。で実際まあじゃあどっちがいいかっていうのはそこは書いてませんでしたね、うん、まあミネラルをしっかり取れて、あとは運動する方は甘いの取ってね、運動しない方は甘くないの取ってねっていうような、そういった使い分けでやってもらえるとベストかなと思いますので、ぜひそういった使い分けをお願いします。お願いします。そして院にはですね、大金整骨院にはですね、これ金井くんが作ってくれたんですけど、はい、じゃじゃん、熱中症の原因とその対策なんて言ってね、こういったね、実は大金整骨院に来ると待合室に飾ってありますので、皆さん毎月新しいコラムが2つ出ます。はい、2つ出て週の2週間でこれだっけ、そうです、前半2週間と後半2週間で貼ってある、ね、内容が変わりますので、ぜひその辺も季節ごとの、ね、お体のニュースなんかが載ってますので見てみてください。じゃあこの動画が面白かったと思った人はいいねと
チャンネル登録お願いします。お願いします。じゃあまたこういうのやってほしいっていうご質問がありましたらコメント欄どしどし書いて僕らも一生懸命調べますんでよろしくお願いします。お願いします。じゃあ次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。